続きまして本日のスターティングラインナップ、ナンバー0エリック・マフィー、ナンバー9田村優司で、今日はベンチからスタートアブドゥーラ・クーソーです。さあこの後は茨城ロボッツのスターティング5の発表です。これで7対3と序盤ロボッツがホームリードしています。現在星は11勝4敗の福島と、そして10勝5敗の茨城。さあトラソリーニ、そして小林、スリーを打っていった、スキーバルーデイビスが、わーっと空想のブロック、すごいブロック、そして、ここもアウトナンバー2対1。いやー、後ろからトラソリーニが走ってきて、わーっとバスケットカウントからね、走ってきたトラソリーニに回しました。このブロックから見事なブロック、そして速攻、この2対1だったんですよね。そこから後ろに走ってきたトラソリーニに渡して、外に出す、カントからネパウェ、前が空いている、ゴールした、ここは強いダンク決めてきます。この背番号15ネパウェ、小林です。さあここはゴール下に入った、おっと落とした、しかし、あー、なんとファールをもらってバスケットカウントもらいました。ボーナススローのおまけ付きです。はできていません。まあ、このクォーターまだ4点ですからね。さあ小林の3が来た、これで15点目。ここはディフェンスもいる、カンバラ、あー、しかししっかりと巻いて空想ダンクが決まりました。さあこれで15点差。福澤がドライブでいった、自ら行く、スピードの速さ見せました。マークになると埋めてきます。あー、ここはミスになった、2対1アウトナンバー、おお、自ら福澤行った、たまらずタイムアウト、速攻も決めて、ここもね、このカンバラがついていたんですが、そこをダブルクラッチで決めていきました。そしてネパウェ、ここは走っていました。さあ10番の菊池が入ってきています。福島、ネパウェ、おー、バスケットカウント、フロントコートに運ぶと、もうあとは攻撃はいきません。試合終了、94対77。